5歩になって六レーススタート序盤の一取り3番山崎一番原田さあ両者のスタート争いインコース一番原田がまず前の位置を抑えました人気の九州雷が前の位置を取って3番の山崎敦夫が二番手南関西初手後ろからとなるようですがあと短期三人の動き1取りどうでしょうか二番の桜井4番な浜口そして七番の吉成え三人は現在は五番手以降にいますが 4番の浜口がまずは切れ目に上がっていきそうです先週紹介でも90ラインの3番手付近を短期で走行していました4番の浜口健治こちらがまずこの位置3番手の収まって2番の桜井弘人もこちらも先週紹介通り難関の3番手付近です7番吉成浩一は今日からの補修短期の集会ですさあ5番のテルヤがまず毎日を取っています 今、人の後ろを行っていますが、自分でやるときは、番手勝負を交えての自在戦です。一番の原田玲がマーク、四番の浜口健治切れ目の三番手。六番の大沼高之は後ろ詰めで四番手。こちらは先行まくりの木戸方。マーク様の山崎敦夫。静岡の二人が四五番手で。二番の桜井博人、は短期六番手。前回も三日間、短期でした。七番吉成光一。こちらも短期で最高峰です。赤番のホーム。七番の照屋が先頭。 6番の大沼高幸がゆっくり上昇しようというところです5番のテリアが少し踏み上げて6番の大沼は少し4番手で様子を見ていますジャマイの2コーナーさあ5番のテリアが前々勝負これ6番の大沼高幸が叩きに行って先行退治に入っていきますさあテリアがどうか番手に来るか6番の大沼がジャンで叩いて5番のテリアが番手勝負3番の山崎敦夫とさあセリアが始まりました6番の大沼叩いてさあここからナイペースに持ち込めるかどうか 5番のテリエのイン粘りさばききれるかアウトコース様の山崎もしぶといたイですがさあ5番のテリエが2番取り切って7番の吉成浩一、まくりが発動する2コーナーからバック先頭の5番車大沼孝幸5番のテリエは飛びつきましたが7番の吉成のまくりが決まった続いて2番の櫻井が続いて切り替えてあとは5番のテリエ正樹3番手に乗ってくる4コーナーから直線ですさあ短期まくり決まって7番吉成浩一乗って2番の櫻井秀殿櫻井抜け出してゴール2番の櫻井秀か。 5番のテルヤかまくった7番の吉成も踏ん張っています6番の大沼の先行5番のテルヤが陰粘りもつれたところ七番の吉成光一のまくり一発ここに乗ってきました2番の桜井博も直線鋭く抜け出して解消です二着は5番のテルヤか外を伸びての二着まくった7番の吉成が踏ん張っての三着です決定までもう少しお待ちください六レース A 級の得一般戦でした